四郎。人が歩けば道になる、水が通れば川になる、なるかならぬか自分で探せ、それが夢だよ。花もくれない三四郎。どうせ地球は丸いんだ、どこかで会えるだろう。花を踏まずに男は進む、それが大事さ。若い命の三四郎。父さん、誰だ、言ってくれ。おうな、追ってはならん。どうしてこのままでは引き下がれないよ。あの男を追ってはならん。お前が叶う相手ではない。恐ろしい奴だ。父さんがやられるなんて。やれない理由が破れた。父さん、父さん。バカ野郎。これが食えない理由なのか、一生かけた美術なのか。俺は紅龍を世界一の流儀だと信じてきたんだ。今日から俺は何を信じていきたいんだ。教えてくれ父さん。義眼、相手は義眼の男か。親父より強い男、そいつは固めの男だ。会いたい、この目でその男の素晴らしい技を見たい。見ろよ、紅三四郎だぜ。ええ、ぶっつぶれ紅流の三四郎だ。もともと紅流なんて邪道だからな。紅流も一代限りでバーッて。なんて汚ねえ柔道着だ。
いやー、くせえよこれ。インチキ流の紅さん、親父の仇討ちどうしてんの。どうせ帰り討ちに決まった。行こうぜ。待て。何？この柔道着はな、親父とおふくろの血が通ってるんだ。紅流がインチキ流派かどうか見せてやろう。いい名前だ。この野郎。よし。すげえ。やめてちょうだい。出て行って。あたしの花畑を荒らさないで。何？やい、花をどうしてくれるんだよ。それにしても強えな。花はあたしの命です。あたしはこの花を売って生活しているんです。お願い、花を踏まないでちょうだい。早く出て行ってください。へっ、そんなこと俺の知ったことじゃねえ。どうしようと俺の勝手じゃねえか。こんな草っぱみてえな花が何だってんだい。こんなものが何かの役に立ってるのかよ。剣坊、行きましょう。こんな人にいくら言っても無駄よ。あ、ちょっと待って。花が何だ。花が未熟者め。お前の父親の紅流は本物だった。だが、お前にそんな根性があるとはとても思えん。どうだ、このわしを任すことができるかな。何を。なるほど、構えは立派だが、誠の技を身につけるには精神が伴わねばな。何を。単純なやつだ。それはいかんというのだ。どうだ、わしについてくるか。いいとも。やっぱり冷たいだろう。冷たかねえやい。まるで風呂みたいにポカポカあったかいぜ。ではわしがいいというまで入っているんだな。ああ、いいとも。2日でも3日でも入ってるぜ。おや、くしゃみのようだったな。寒いかね。なに、くしゃみなんかじゃねえや。あったかくて喉が渇いて咳が出たんだい。これはどうも失礼。では寒かねえぞ。負けるもんか。君は昼間の。あたし真由美っていうの。あなたってただの乱暴者じゃなさそうね。昼間あんなに怒ってた時もあなたの目どっか寂しそうだったわ。うるさい。俺は寂しくなんかねえ。一人ぼっちになったって俺には紅流があるんだ。おせっかいはやめて帰ってくれよ。そう、あなたもみなしごなの。そんなことどうでもいいじゃねえか。お腹すいたでしょ。これをあがんなさい。こんなもの食えるか。俺は負けんぞ。あなたにも花の美しさがわかる時が来るわ、きっと。シロ君、おはよう。気分はどうかね。おはようもないもんだ。おテント様はとっくに頭のてっぺんだぜ。なかなかいい根性だ。ところでお前は固めの男を探していたな。え、なんだって。どうしてそれを知ってるんだ。理由はいい。この戦海王丸を探すことだ。そして船長に会うんだ。会えばわかるんだな。うん、十分気をつけていくがいい。無事に帰れないかもしれんぞ。それでも行くか。固めのことがわかるなら行く。よし、必ず行って船長に会うんだ。いいな。分かった。あの義眼を一体どこへ隠したんだ。必ず探し出してみせる。Okay.
だぜ。この間のことは勘弁しなよな。姉ちゃん、ハイデンなかなか優しいとこあるんだぜ。ひねくれ者や乱暴者を見ると親切に従うんだ。変な趣味だけどね。ひねくれ者か。それにしても兄貴は強えな。おいら何でもやっからよ。子分にしておくれよ。おいら剣坊ってんだ。こいつはボケ。ほらお前も挨拶しろよ。剣坊いいなじゃないか。そうかい。実はおいらも気に入ってんだ。姉ちゃんがつけてくれたんだけどよ。お前も見なしごか。兄貴も。剣坊海洋丸を知ってるか。海洋丸。あの幽霊船かい。幽霊船。あの船に一度乗ったものは二度と出てこないんだってさ。死の船だってもっぱらの噂だよ。死の船か、それだ。剣坊、幽霊船なんかに近づいちゃダメよ。え？おせっかいかもしれないけど、あなたも気をつけた方がいいわ。姉ちゃん聞いてたのか、知恵。おい、剣坊、あれだな。そうだよ、海洋丸だ。不気味だろ。俺の探している男があの幽霊船にいるんだ。どうしても行かなければならん。この柔道着を頼む。え、幽霊船に行くつもりかい。兄貴。よし、おいらも男だ。兄貴は見殺しにはできない。ボケ、こいつを頼んだぜ。とは言うものの目が回る。Ha ha ha!
船長、船長はどこだ。船長、船長はどこにいる。船長がお待ちかねだ。だがその前に渡してもらいたいものがある。何？さあ早く船長に合わせろ。会えるかな。来られた、見事だ。ダメ、こっちが父を倒した男か。三四郎、今を渡してもらおう。やっぱりお前が父を倒した片目だな。黙って渡してもらおう。あの義眼はお前には用のないものだ。おとなしく渡した方が見事だ。そうはいかん。あの義眼を渡すまでは容赦しないぞ、三四郎。何を。その上、幽霊船の秘密を知った。お前には死んでもらわねばならん。ああ、
の男か。三四郎、うまくおびき寄せたが俺の負けだ。それにしてもあの目が。紅竜を必ず完成させるぜ。そして紅竜の新流儀を世界中に示すんだ。俺は片目を倒すまで帰ってこない。剣坊、元気でな。おっと。目に会えるはいつの日か。世界の果てまで追っていく赤い柔道着、風雲寺三四郎の行くところ、嵐を呼び、紅十字星が乱れとる。紅三四郎よ、どこへ行く。母もいただろう、父もいた。それが今ではただ一人。涙見せるな三四郎、その眉上げろ男じゃないか。今日も正義の